はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、いきなりコツ持ちウィークですね。今回は白洲高校野手でやっていきたいと思います。でデッキの方なんですけれども、特攻キャラの赤肌ですね、広角打法レベル3と、雷の固め打ちレベル3を最初から取得してますと。あとはまあいつもの大谷くん、永久機関と能見軍団の3人と、彼女キャラはなぎちゃんで来てます。で今回はですね、さらに、天才の入部届を持ち込んでます。で白洲高校はね、やっぱり天才の入部届がめちゃくちゃ相性いいので、あれっていうかさ、今本当にさ初めて気づいたんだけどさ、ススキってなんか顔こんなんなのこんななんか自信なさそうな顔してるんだまあいいけどね。まあまずはじゃあ監督雷能見さんがいるんでここにしておきましょう。まあ、能力がね高い方が青骨を踏みやすいので、天才のね入部届でいきなりまあ12くらい上がりますので、まあ、どんどん青骨を踏んでいきたいですね。でさすがにクリスマス前のね、なぎちゃんの告白妄想が来たらそれはやっていきましょう。今回はお守りの方を持ち込んでないので、割となぎちゃんの評価は気にかけていかないといけないですね。だから通常イベントもねもうやっちゃっていいと思うんですよ。あとねそう、ちょっと普通にやってる時に、まあ、似たような編成というか全く同じ編成でやったことあるんですけど、これあれなんですよね、前イベのね大谷くんがね完走しなかったんですよね。なのでまあもしかしたら1回くらい前イベをやらないといけないかなというところはあるんですけども、ミートこれ絶対無理だよね。あ、妄想が始まってススキの顔がなんか良くなるのか妄想で、いや全く知らんかったわ。全然気にしてないからね、ススキとか持ってないからねそもそも。いや細かいね芸が。あとはね天才の入部届の覚醒時にセンス丸がついてくれるかどうか。うん、つかないね。まあ、それはしょうがないか。やっぱセンス丸がつくとねもう全然違いますよね。まあ、一応ツイッターの方には上げさせてもらったんですけど、まあ、天才の入部届千丸でね SS を作ることができましたので、ここはどうしようかな。まあメンタルでいきますか、能見さんがいるから。あれさっきなぎちゃんいなかったけどさ、なぎちゃんの妄想イベントもなかったよね。でどうする、まあやるっしょ、やっていいと思うよこれは。ここに妄想があるってことはなぎちゃん練習に来てないってことだからね。でさらにチームメイト評価を上げていくためにいいやつも取りましょう。いいやつプラス世渡り上手、こいつは人生イージーなんだろうな。まあ、今はね練習頑張ってますけど、友人の評価も上がって、なんていうの、上司とかの評価も上がりそうだよね世渡り上手だから。で青骨来てますね、これは能見さん行きましょう。なぎちゃんの評価がどうだ、ささやき破りか。まあ、なかなか重いコツではあるんでね、ささやき破りも4まで置いとく。まあ、やっぱりね2で取っちゃっていいものと4まで置いておいた方がいいものがあるんで、まあ、もちろんね重ければ重い特殊能力の方が置いておいた方がいいんですけど、あ、じゃあそのラインがどうかって言われたらね、もう絶対っていうのはないと思うんですよね。ミート上げられるかな44まで。一応ね総力アピールできてるんですよね。来た、よしよしよし、44で。そうすると特能に振る経験点はないよね。うーん、取れないね。まあ、しょうがないもん、これは何かが来たらしょうがない。でももう10月も近いのか、なぎちゃん気にしないといけないけど、でここは、今のままでいいですよね。こ
これはいつもの大谷プラスこの2人でやってるんで、ここで競争心ですね。人が良すぎてはどうしようか。なんかね、ミート多様だっけ、なんかちょっと俺的にはね、いらないんだけど、体力がね、回復できて敏捷ポイント取れるっていうのはやっぱりでかいよね。なぎちゃんいないじゃん。なぎちゃんいないくせに妄想がない。そうか、評価がまだ足りないからかな。能見さんは乗ったね。まあ、回復しつつ練習できるっていうのがでかいので、まずは精神キャラお二人評価を上げていきましょう。ここはね、回復しないんで、そろそろなんか回復イベントが入ってくれると助かる。ない。どうしようかな。6パーとかだからね、ちょっと思い切って寝ますか。よし、能見さんのこれは最初は体力減る系なんで、能見さんのね、イベントがね、ちょいちょい起こってくれるとね、結構経験点稼げるんで、特殊能力にね、回せるんですよね。まあ、大谷もね、割かしくれるんですけど、お、いいね、メンタル。なぎちゃん、いねえんだけど、マジで。あ、潰してない。絶対、絶対言うよね、1サクセス中に。1回どころじゃないからね、潰してないっていうの。左か。まあまあまあ。いいね、重いからね、左も。で、赤原。赤原はね、本当にね、回復イベントがね、多いんで、俺はマジでね、赤原好きですね。別に赤原好きですねって変な意味じゃないけど、ミート骨も持ってるし、回復イベントも多いし、特能もね、重い特能じゃないんで、特能っていうか金特じゃないんで、まあ、回復骨がね、ちょっと用意しにくいかなっていうところはあるんですけど、まあ最悪直取りでも全然大丈夫なんで。で、練習試合の相手はまあ勝てる方向でいきましょう。これなんだ今の、ちょっと失敗系かな。あー、なぎちゃんやっぱ足んねえな。もう10月4週だからね、これは青があるけどさ、まあ、なぎちゃんでいこう。ちょっとやっぱりね、クリスマスの経験点を逃すのはもったいないからね、これで乗ってくれれば、あとはまた11月中に妄想かけていけるんだけど。お守りないとね、ちょっときついときはきついよね、やっぱり。もう1点、よし。おー、取れたか。引き分けはね、ダメだからね。すげえ上がるな。監督評価13、スカウト23点。で、ラッキーボーイのコツはね、あれで取れるんですよね、コンボイベントで。まあ、挨拶でムード丸を取りましょう。で、ムードは潰しちゃいましょう。これもね、なかなかいいイベントですよね。妄想があるね。これもやっちゃおう。ちょっと待ってね。絶対潰しておきたいのは、代打、ヘッドスライディング、体当たり、ムード。気分屋ね。気分屋もうマジで取りたくないからね、そもそも。盗塁アシスト、ちょっとこれだけは絶対だな。直取りしておきましょう。でも行きましょう。妄想告白、そんなんでいいのっていう。妄想だよ、だってこれ。フィニッシュ。なんでさ、主人公ってこんなモテんの、そもそも。不思議で不思議でたまんないんだけど。よし、コンボですね。で、真ん中にしてラッキーボーイを取っていきましょう。
主人公はあれで勝ったけどさ、ゲームとしては楽しかったのかっていう。これもね、本当は回復イベントではあるんですけど、まあちょっとしょうがないですね。経験点も全然くれるんで、勝った。永久期間大谷、さすがだね。固め打ちは3で潰しておいてよかったか。広角打法はね、どうしようかな、置いとこうかなっていうのがあるんですよね。まあでもね、パワーヒッターがね、どうしても、これは上でいこう。ちょっとチーム名と評価を上げていきます。もう1回分ね、練習で体力が減ってたら回復してもよかったんですけど、筋肉、能見さん、赤原、まあ、タックプラスコツなので、流し打ち、どうしようかな、まあ、片目は取りましょう。流し打ちもな、結構使うよね、1しかないからね。で、ささやきが今3になった、そうすると。3になったね、どうする、精神なくなるね。まあちょっと置いとくか。くれー、ブロックしまった、忘れてた。あの時はブロックのポイントが足りなかったのかな。なぎちゃんがいればね、ここで体力回復とか入ってくれるんで、ほんと助かる。で、ストレッチと。ちなみにさ、今なんだっけ、ひな祭りイベントのなんか告知みたいなのが来たんですけど、で、なんか女の子キャラが出るよみたいな。女の子キャラって言われてもさ、俺全然わかんないんだけど、みんなわかります？全然予想がつかない。ブロック取ろう。ちょっともったいなかったね。まあ、しょうがない、それは。あの女の子キャラが登場するぞとか言われてもさ、女の子なんてさ、いっぱいいるじゃん。女の子だけだったらわからんわっていう。リベンジ。そうか、こいつら船に乗ってんのか。いや、俺はもうこの高校無理だな。魚がね、ヌメヌメしてね、気持ち悪いしね、船酔いもするしね。あ、いいね、ナギちゃん。あ、ナギちゃん入れてるとこういうのも、そうか、イベント変わんのかな。どうする、これやっぱコツだよね。ナギちゃんいるしね。評価がね、最初の方ナギちゃん上がらないっていうのがちょっときついんだよね。本当にもう潰すのない、月通崩し。いや、もう割と忘れてんな、潰すの。でもリベンジャー2でいいでしょう。ささやき3でいくか。まあこんなもんかな。上り乗車はそもそももう精神が足りてないからね。ここからナギちゃんの評価も上げていきますと。なんかドラム缶さ、拾うやつでさ、パワーヒッターも手に入るんだよね。ここで回復が入ってくれるのは結構でかい。いや、でもデーとして回復して練習してクリスマス迎えるっていう流れでも良かったかな。まあでもここはね、進めるために回復せざるを得ないんですけど、このね、やっぱね、ローボールヒッターとね、ハイボールヒッター、てか赤原まだじゃん。まあしょうがない。ローボールヒッター、ハイボールヒッター、広角打法とプルヒッター、インコースとアウトコース、ここら辺がマジで被ってくるからね。一回デートしましょう。でね、初回のデートってなんか上がんなかった気がするんだけどな。上がんないよね。そうそうそう、メンタルに人がいるけども、ここはちょっと待ってね、 D56 だったらどうだ、いけるんじゃないか、ギリギリ。あ、いけるね。よしよしよし、割とギリギリだったけど、これはこっちでいきましょう。大谷はね、どうしても
経験点が少し少なめなんで、だったらもらえるときにもらっておこう。チャンス、まあ、チャンスもちょっと4までは持ってきたいね。いいね。これで、あれ違う、片身打ちは取ったんだよこれでめった打ちが取れるのか。ここは上がる？上がんないよね。そう、ナギちゃんね、マジでね、上がんないのよ、こういうところで。だからお守りがないとお正月ちょっと厳しいかもね。大谷の妄想か、どうしよっかな。この前ね、完走できなかったっていうね、あれがあるからな。でもまだ早いか、まだ早いよね。かといってな、もうなんかこれだっていう練習もないしな。デートするのはさすがにもったいないしな。マイベか、一回さばいとく、一回さばいとこう。もう大丈夫でしょう、さすがに。これも妄想だからね、その試合に勝ったみたいなこと言ってるけど。あとは大吉。うわー悲しすぎるで、お二人いるね。ここはまあやっておきましょう。大凶とかこれって何、全部同じ確率なの？ 25%。 なごみちゃんがなんか 25% ですみたいなこと言ってたよね。あんまり体力を減らしたくない。で、青骨、なぎちゃんは一応一緒に行く評価はあったか。結構ギリギリっぽかったね。星さんだったからね。出た、アウトコースもう別にアウトコースからインコースが来なければいいんだけどさ、なぎちゃんのデートでさ、インコース手に入る可能性あるからね。まあ、諸井くんもね、やっぱり強化されてだいぶ使いやすくなりましたよね。てか、あの強化される前の諸井とか俺使ったことないんだけどさ今別に使ってて弱いっていう感じは全くないんで、これでいいでしょ。流し打ち、これはもう3になったんで掴んでおきましょう。おー回復したか。デートしようかなと思ってたけど練習はできるね。もう確実にこう、もう1回もらえてないからね、経験点を。ゼロだったらさ、やっぱもらえた方がいいよね、そりゃ。で、次が2月の1週か。そうか、いつもあれだもんね、結構お守り持ち込んでたからね。守備力は E にしておきますか。精神が大丈夫か。2人入れてるから足りなくなることはないと思うんだけど。おお、3点。誰かホームラン打ったのかな。抑えてるね。あとはね、試合経験点で固められれば結構伸びますけど、そこまでね。お、回復だ、いいね。フラグとかになってないからね。メンタルかーってことは上げた方がいいね。 S91 はもう無理だ。守備50、これはいける。で、取れるやつ流し打ちは取ろう。あっ、球打ちか、忘れてるね。すげえなんか忘れてんな。
あとローボフィッターはまあ置いとこう、置いときます。これは守備職人は1でいいか。イブシギンね、精神がなちょっと使うんだよね。あ、どこですね。競争心もちょっと精神使うからな。上り調子とかもね。窮地は1でいいか。よし、これで守備練いきましょう。若干の精神不足感がある。追い打ち、これは何、これ釣り竿を教室の中に持ち込んでんのこいつ。すげえ回復するわこんな回復するんだ。守備 A、 これはもう無理。いや、凪ちゃん、まあ、デートしてないからっていうのもあるけど、ちょっとやっぱりな、デートだけだと評価マックスまでいかないね。これで、これはまた回復してくれるやつか。評価も上がってってくれるね。いいね、いいね。どうしようかな。ラブパワーで回復しつつ、やることがないからこれでいいや。おにぎり、おお、一周で終わったな。赤い筋力91だから無理だって。50には余裕だな。よし、こっちで行こう。ちょいちょいと毎回毎回、あ、意外性取ったね。うおー、精神ねえな。意外性ってちなみにどんだけ使う。35だったら取っちゃおう。追い打ちか、ギリギリだな。インコース、アウトコース系がね、精神不足だな。精神不足アウトコースどうするよ、もうマジでこれいや、このイベントもすごいね。精神くれるし、赤い筋力70、のおみさんなかなかいいパワーをしているじゃないか。70は無理だな。無理だ、1足りんわ。しょうがない、普通に。あ、メンタルか。40精神もらえるのか、結構でかいな。コツ1か、メンタルやろう。ちょっと14だからね、経験点的には。まあ、ただコツは絶対1でもらえるんで、全体的に考えるとどうかな。青いメンタル、あー大谷くんか。45でアウトコースか。どうすっかな、潰しておくか。さすがに4から5はね、もったいないっちゃもったいないけど、ここら辺でインコースとか来られても困るんだよね。それはまた別の意味で。ハイボールヒッター、あれどうなってんだっけ今ちょっと分かんなくなっちゃった。来てるね、両方来てるね。もう知らんわ、もうマジで知らん。もろいくん、ここら辺かぶられるとね、ほんと困るんだよね。何やんだ。これは能見さんはもうさすがに無理。大谷くんだね。大谷くんだけどさ、何やんだは潰す。ちょ、これもあるから潰しとこう悲しいこれ見ると悲しくなる。ラッキーボーイ60、80、やっぱ結構必要だよな。競争心も80くらい必要だしな。まあいいや、普通に行こう。大谷にさ、何の指導してんの。対左が4になったね。
あーメンタル48、これはいけるな。左はじゃあ取っとこう。で48だっけ、呼吸ウトデートがまるで進んでない。しかもダブルタックだったし全然気づかなかった。チャンス、これで4か。まあ、これはねかなり掴んでもどっちだっていいんだけどね、気迫エイトだったら。赤原か、こっちは57ね。これはこれで美味しいんだよな。57か、まあ、チャンスは潰しておいて、まあ、C にしとこうとりあえず。まあ、回復しつつ練習ができるっていうのはやっぱでかいからね。出た、ハイボールヒッター。じゃあハイボールヒッターにする。これって上ってさ、なんだっけ、何が上がるんだっけ。下はね体力回復なんですけど、チームメイト評価とかが上がるんだっけ。でもチームメイト評価上がってもね、危ねえ。もろいか赤原か、まあどっちでもいいっちゃどっちでもいいんだけど、ハイボールヒッター。もうなんかさ悲しくなってきたんだけど、どうすればいいのこういうのってマジで。いいや置いとこう、もう知らん。最後の方に取ろう。怪我しにくさ、怪我しにくさもね結構筋力使うからね。おいなんかちょっと、おお、やる気がなさすぎる。やる気がなくなったところに試合か。赤原、これは真ん中にすると体力回復するけどやる気が下がる。でもやる気ないからね、もともと。まあ一番下にしよう。これ上がんないかな、やる気。上がらない。いやマジやる気ねえわ。妄想、ちょっと待ってね、デッド進めよう。やる気が上がるか分かんないけど、これ内容的にね、なんかこう上がるのかっていうようなデート内容だからね。最初の方上がったわパワーヒッターコツ来ないかな。ドラム缶でもいいんだけどさ、うわー失敗した。なんとなく能力的に C に揃えておく。よしこれで青骨どんとこい。まあ、雷とかねもうちょっとパワーだっけ異常なの。 S打つねー、打つねさすがに打つねー。俺は全く打てないけど4の1か。いやーこれは結構でかいな。25ずつか、100だもんね。あとイベントの進行状況ってどうなの、大丈夫なのろくなあれがないんだけど今。いいやちょっとデート3回目も進めよう。あれなぎちゃんってちなみにカラデートあんの。今まで全然カラデート記憶にないけど、やる気が上がっていく。いいね、意外にやる気が上がっていくね。サインとかくれるもんなんだね青いですね。赤原、ノーミさんはもう無理だ
肩 B、まあ、無理じゃないけどやれるところからやっていこう。本塁正眼、おお、やる気が戻ってきた。よしよしよし、メンタル大谷くんか。あ、本塁生還、いぶし銀、いぶし銀はじゃあもう取ろう。お、これでマックスになったね。5月の4週でしょ。で、赤原があと1回、他なんか残ってたっけ。前イベの方は誰だっけ。大谷くんは多分終わったよね。え、あと誰、ちょっとイベント状況、前は大丈夫かな。もろいか、もろいもあと1回だよね。残り2ヶ月くらい。え、1ヶ月1回起これば大丈夫か。いや、わかんねえわ。どのくらいの頻度でイベントって起こってたっけ。全然気にしたことないからな。なんか精神足りてないからメタデモ取っとこうかな。いけ、こっちもあったか。ちょっと怖くなってきたな。でメンタルが来てるね。でこれで赤原が終わったってことは大丈夫そうだね。雷も終わって、で、凪ちゃんはデートして、あとは誰だっけ、能見さんも終わったか。大丈夫だ、大丈夫だ。この前、なんで紹介できなかったんだろうな。やっぱ自分の中のあれですけど、大谷君がね、取れなかったんですよね、結局。来たー、来たー。あ、これドラム缶？これ絶対ドラム缶なのかな、ナギちゃん入れてると。どう、すげえ経験点くれるんだけど。これ確定だったらすげえいいイベントだよね。しらすナギちゃん、よし、オッケー。逆境もつかめるのでかいよね。赤原、ここはちょっと青骨優先でいきましょう。で、打法か。逆境をつかんでちょっと能力を上げなきゃいけない関係で金徳は置いときましょう。もう少しハイボールヒッターとローボールヒッターね、ね、もうアウトコースとかインコースとかね、しょうがないよね。パワーヒッター1はやっぱきついね。130も使うのか、筋力コースとか。もうしょうがないよ、だってしょうがないもん、それは。赤原、大谷くんか。だったら赤原だな。2回デートしなきゃダメか。あと7月の1週はもうこれで確実にデートでしょ。速攻、よしよしよし、まあ悪くはない。なぎちゃんからデートないって言うんだったら7月の4週に1回置いとくんだけどな。てか練習ができる、練習ができてるけど、ちょっとやっぱりデートは進めておこう。ここでインコースが手に入るかもしれないからね。取れって言っても俺アウトコースも掴んだんだよね。これで回復はするんだっけ。あ、するね。あれ、俺何番、1番って言ってた今。まあ何番でもいいんだけど、じゃあ試合でちょっと打ちたいんで広角打法はもう潰しちゃいましょうかね。でハイボールヒッターが4でしょ。取っちゃう、取っちゃっか。ローボールヒッター来たら知らんわ。インコースも3だしね。
速攻も取ろう。上り調子か。なるみがね出てくれれば上り調子とかかなり嬉しいんだけど、少し筋力が不足してる。精神はもうちょっと持っていけないな。補給は B で止まりですね。パワーヒッター分のちょっと筋力も必要なんで、今度は筋力不足。最初の方はまあ C で全然いいんだけど、キバがねやっぱりキバのね爆速をねホームランに持っていこうとするとね B やった方がいいんだよね。あとパワーヒッター際どいね。いいところに投げ込んでくる。こいつら本当にさ、弱小高校のピッチャーかよっていう。変化球444なんてあるだけでさ、超強い高校生でしょ。137投げて変化球3球種だよ。この世界のね高校生はレベル高いんで、みんな。で青いっすね。大谷くんか。 B72 持ってけそうといえば持ってけそう。え、どうする。外野だからね、肩は全然 A にしていいんで。よし、あ、しまった。そっか、これあれか、タックが来てるか。どっちがいい。これ筋力欲しいからな。精神も稼げるし。え、どうしよう、こっちにしよう。こっちの、いや、筋力が欲しい。パワフル高校。結構 A になったね。走塁はね電光石火だったよね確か。で今回外野できたのは一応ね高速レーザーが来てもいいかなっていう感じ。やっぱりね打撃がいいよね、代打の神様。ちょっと乱れてるね。さすがに、おお、押し出しになったか。さすがに入れてくるだろうなって思ったけど、あ、待って待って待って、若干悩んだ今。スタンドラカット。なかなかストライク内の変化球をじゃなくてストレートを投げてこないね。どういうこと。こういうのでさ負けるのは勘弁だよ。ウエスト、ススキとか足速っ。めっちゃ警戒してるし、ひどくない。変わってる。俺がこの高校に何をしたっていうんだ。キャドいね。とりあえず一歩、もう一回回ってこないよね。回ってこないよねそりゃ。これ絶対スバルさ、なんか他の高校にさ雇われてるよね。あいつにデッドボールをやれみたいな。デッドボールをやったら10万あげるみたいな。大谷くんか赤原、肩だからな。これはこっちでいいでしょう。なんか全然コツ潰してないけど、よかったっけ。上り調子取ろう。まあ、3だったら全然いいね。打球伸びね。今回別に技術がね余ってるわけじゃないんで、本塁生還を取っておくか。
ラッキーボーイ、いやでも精神が足りてないからな。カジバのバカ力とかでもね、結局これもね取らなきゃいけないからね。ちょっと精神使うやつは置いときましょう。満塁男ね、本当にゲッ手に入られてるし、コツを用意するのがねなかなか難しいんで。自分で点を取っていかないといけないけど、うちのチームだったら取れるかなと思ってるけど、フィアピク足 S だ。赤からでさえ足 C あるからね。ちょっと待って、どうだ、いくね。スライダー若干ずれたけど全然大丈夫だったね。パワーで持ってったか、パワー C か。よーし、ウィスライダーもね結構打ちづらいんだけどね。なんか失投とかさ多くないか今回全体的に。まあなんだかんだでやっぱりチーム強いから点を取れるね。でちょっと忘れない忘れないようにラストデート知っとかないとね。マジであの赤コツに釣られてさ、能力上げようってやってデートを忘れるときがねほんとたまにあるからね。試合を挟むとね忘れるんすよねデートの存在を。体力上がんなかったね最後。いやキバかー、パワー B にしてえな。持っていけるかな。あ、持っていけるね。パワーヒッターをどうする、取るかって言われたら、いやーちょっと重いよな。後回しにしとくか。共にナギちゃんは最後回復しないと。トップバッターは大沢、投げました、打った、よし、まあまあ B あればねなんとかなるか。先頭打者なんだ俺。しらすリードで迎える3回です。ワンアウトランナーなしという場面で千葉に先手を与えたな。アウトコース高め、爆速ストレート外れてボール、バッターよく見ました、投げた、外角低め、見送ってストライク。第3球打ちました、いい当たり、フェンス直撃。あれちょっとずれるだけでやっぱホームランまで持っていけないね。しらすリードで迎える5回です。ここまで2安打大沢、よし、打ったからこれ。ピッチャーすごくない、うちのチーム。めちゃくちゃ抑えてんだけど。大沢ボール完全なボール球。第2球変化球か、投げた、いい音、打ちました、よし。おお、誰だったピッチャー見てなかったわ、うちのチーム。大谷くん入れるとね割とね大谷くん投げるんで。さて甲子園に来たよ。 S91 これは無理だわ。ミートコツ、あでも今更感はあるか。奥原ってあとなキャッチャーコツとかよこしてきそうだよね。俺ちょっとキャッチャーはね取らないんで、基本的に取らないんだけど、でもやることないよね。メンタルに備える、メンタルやって次の練習とかに備える。3回はもう練習できないからね甲子園でこの体力量だったら。じゃあちょっと備えよう。これが吉と出るか凶と出るかそれは分からない。総合力 S ってあるよね。 S になったらもう一回経験点もらえるのか。それはそれで美味しいな。しらす先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁三塁、打ちました、痛烈、宇宙間、やっぱり永久期間ね、なるみがいではねもうちょっと違うんだろうけど。攻撃に入ります。この回のトップバッターは大沢、初球出てた、ヒット。しらすのサクチャレの報酬が誰になるかだよね。しらすリードで迎える5回です。今日2本のヒットを放っている大沢、際どい
さあ次の投球、これはいい当たりだ、いったなるみはね、確かね、コツの経験点アップがあるはずなんで、あ、しまった、ボール球だったか。確か多めに永久期間にしてはね、多めに経験点をくれるような気がする。で、俺もね、アプリをね、そこまでやり込んでるわけじゃないんで、なんていうの、この予習、うわ京都出たんだけど、そのさっき休んだのがだったらさっき練習してさ、メンタルした方が良かったよねっていう。でもそんなわかんないからさ、先のことなんて、それはしょうがないよ、一種の賭けみたいな。筋力足りてないから筋力やろう。一応そのサクスペメインで、サクスペのその予習のために、まあアプリをねちょっとやってる、新キャラとかね使ってやってる感じですね。じゃあ揃えてく、はは、待ってね、ちょっとこれはいける、足もいけそうだね。でこれもちょっと半端だから A にしとこう。でパワーヒッター、なんか筋力足りねーってことになると嫌だから今のうちに取っとこう。でここら辺だな、火事場も取っとこう。そろそろちょっと金徳も揃えていかないと、全部残しておくとね、重い重いってなるから、切磋琢磨とか。ラッキーボーイとかもな、取りたかったけどな。打球伸び、ヒートアップちょっと取ろう。もう一回試合があって、で確かさ、その総合力全体的なものが A になると最後経験ってくれたよね。ちょっと待ってよ、まずは受けまずは勝たないと話にならないかな。しまった、スプリットいや、うちはでもね、点を取ってくれんね、点の取り合いだな。スリア君はね、急所がまあ少ないんだけど、スプリットが本当厄介だよね。これあれね、どうしても、ね、引っ掛けちゃうんですよね。よし、いや打つね、さすがに打つね。焦ったわ、最初ちょっと焦った。焦ってね、スプリットを引っ掛けたからね。待て、これやだ、満塁、いやすごいね。あれ、これでもいかないか。まあまあまあ、なんだかんだで勝てたからよかったでしょう。で赤じゃなくて青、守備か、守備 S とかになってもまあ問題はないよね。え、ちなみにこれ何、あー、それなりにくれる。よし、こっちにしよう。まあやっぱりシラスは青コツ。はい、エース悪くはない。お前のためにタイエースを取ってやろうと思ったけど、まあ、まずはちょっとこれ潰そう。で切磋琢磨、これ取れないよね、競争心だけ取っとく。打球伸びとか1段階とか、対エースとかってさ、もう無理だね、取れないね。いや精神が足りてないな、2人入れてんだけど、やっぱりちょっときつかったか。打球伸びとか、何がいいんだろうね。今回ね、その総力キャラがいないんで、足アピールできたんですよ。微妙に軍勝ポイント余ってるよね。大沢投げた、もう慎重に攻めてきます。あっといった、はい、少しでも点を稼ぐ。シラスリードで迎える3回です。ワンアウトランナー1塁という場面。うわ、ちょっと待って、ストレートだと思ったけど曲げてきたか。シラスリードで、まだ投げてるね、一ノ瀬くん。入れてくる、入れてくるけど、ボールだった、あ、ボールだったか。そんなに曲がらないか、シュートだから、シュートの2だから、
そんなに大きくは曲がんないんだね。そうそう、リカリ買ってから。リードで迎えた8回です。ワンアウトランナーなしという場面で大沢、今日3打点を挙げています。あれ、スライダー、スライダーは分かったんだけどちょっとずれたか、思いのほか曲がったかな。よし、ここから先を有効活用しよう。で、20ポイントゲットでしょ。で、ドラフトも1位は固いでしょ、シラスだから。で、ナギちゃんも経験でくれるでしょ。別にこれは普通なんだけど。で、最後、あれ、またこいつがいたか。まあ、微妙にくれる。最後の表彰よ、表彰。で、そうそうそう、経験点をねくれるんですよ。で、高速レーザー、あれ、レーザービームってさ、そもそもさ、コツ取れてなくね、直撮りしろってこと。8800、9000近いな。もう9000はね出したんで別にいいんですけど、臨床ポイント余ってんね。なんだろう、平均的なのでいいのかな、シラスは。そのアピールポイント的なやつ、それともたまたま今回余っちゃっただけなのかな。まあ一年生よ。まずじゃあ高速レーザー取ろう、せっかく金徳をねゲットできるんで。でちょっと下の方に行って切磋琢磨を取って、あとそのコツを掴んでるものとしては、いや、パワー A にしたかったけどね、無理だったか。ちょ、総力余ってるから S にしとこう。怪我しにくさに1段階取っとく。プルヒッターはさすがにだってもう広角打法があるからね、まあ、パワー比広角が取れたからいいか。で、対エースラッキーボーイ、インコース3とかね。インコースかアウトコースかだったらどっちがいい。俺的にインコースを取っておきたいんだけど、まあさすがにね、もうもったいないからね。で、打球伸びで、あとなんか直撮りする。いや、それか、せっかくだから肩を上げよう。よし、で、守備も上げられるか。よし、守備用の選手だなこいつは。あれも広そうだしね、なんていうの、守備範囲っていうので、なんか取れるのある。いや、これ微妙だよな。もう絶対直撮りだからね。気分屋も絶対いらない、もうマジでいらない。こんなもんか。ちょっとちょいちょいちょいと余ってるのを使っていきましょう。ほいほいほいってこういいんだけどさ。 S 級かという感じで、やっぱりね、シラス高校はねマジ強いね。で、今固め打ちのコツと、まあ、キャラがいればだけど、広角打法はね、最初からコツでもらえる。特にね、広角打法ね、俺的にはもう絶対欲しい。パワー比広角はね、本当どのポジションでも誰でも欲しいんで、まあ、今のうちにちょっとでもね強いキャラを作っていければと思います。で、まあ、天才の入部届、これでね千丸を引ければやっぱり SS はいけますね。で、千丸は引けなかったけれども一応 S 級という選手を作ることができました。なのでね、天才の入部届ね、俺そのもう本当にね、サクスペが始まった当初からね全然使ってないんですよ。まだ50何枚とかあるんで、ちょっとここら辺でね、散財していこうかなと思ってます。で、次回は投手の方のいきなりコツ持ちウィークの方やっていきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。あ、一応下の方コツ見とくそこでね、これ動かせるからね。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。